まあじゃあまあその競馬のねあの番組を充実させるということで、はいはい、であのまあもちろんその静香ちゃん自身もそして視聴者の方も、はい、うん、その面白いということ、うんうんうん、で結局まあいつも同じセリフを喋ってる決まり文句ってあるじゃない、はい、真面目病直しとか、はいはい、あれってね、はい、あのまあ面白くないじゃん、うん、毎日同じ、うんうん、っていうことはもうテロップにしてもいいってね、うん、言ってることわかる、うん、うん、なんか決まり文句は、うん、あもう最初にボーンってテロップで出す、うんうん、というテロップっていうのはそのテロップ分かるよね、はい、テロップで出すっていうことも考えてみて、うん、うん、でまあ今静香ちゃんの YouTube 見ているんだけど、まあ、はい、あのタイトルとか、はい、あのねこれ多分これ以前のブログを読んでる時さ、はい、仮想馬券を買ってたりしてるんやろ、はい、っていうことはこれね、あの、うん、YouTube のタイトルあるでしょ、はい、あれ SEO 的に、はい、その競馬のその名称を入れないと、はい、言ってることわかる、はい、あのブログの時に SEO を考えてたじゃない、はい、うん、サムネはさ、はい、ま、サムネも、うん、そのレース名を入れないと、うん、タイトルには絶対レース名入れないと、うん、言ってること分かる、はい、うん、だからタイトルはそのレース名を絶対入れるということ、はい、それとサムネにもやっぱりレース名入れなきゃいけないだろうなと思う、うんうん、例えばこれ初心者のための競馬の始め方っていうのは、うん、あの今まではそれで良かったんやけど、うん、あの今後、はい、これ初心者のためのにするのか、はい、他のみたいに毒親育ちと毒夫のためのにするのか、うん、初心者のためのを残しとくのか、うん、その辺は自分で考えてもいいんじゃないかなと思うけど、うん、うん、っていうのは毒親育ちと毒夫のための競馬教室は今後もあるんで、うん、はい、静香ちゃんが流すやつは、うん、初心者のためのでもいいと思うんで、うんうんうん、その代わりあの SEO 的にね、うん、あのなんていうか誰でもがこう入力しそうなキーワードというものを使わないといけないっていうことよね。それとその同じ文言を毎日繰り返すよりはもうそれはテロップでもう済ませるっていうことね。うん、そうね、それと、うん、それとあのあれ、YouTube アナリティクスであの分析して、はい、うん、で分析して、はい、あの視聴時間とかいろいろ出るじゃない、はい、うん、あれでそのどういうふう、まあ、どの記事、どの YouTube が、うん、あの視聴時間、まあ、途中で離脱してない、うん、うん、わかる、はい、うん、あこういう内容だったらいいんだなとか、はい、あこういう内容は、うん、あの離脱する人が多いんだなとか、うんうんうん、言ってる意味わかる、はい、うん、そういうのを YouTube 解析で分析をしながら、はい、YouTube の番組をその、うん、より見てもらえるように、うんうん、わかる？競馬の研究と、はい、YouTube の研究を同時にしていくっていうことね、はい、わかる、はい、うん、でもちろんやりながらわからなかったら僕に聞けばいいわけやから、はい、うん、ね、あとはそうだね、競馬に関してだけね、はい、うん、他のことはちょっとあれとして、まあ僕とのコラボはもう別に、うん、あのそれはそれでいいとして自分でね、はい、うん、
だから結局その来年からね、はい。その毒親育ち専門カウンセラーとして、その1日最低1回はその番組配信をしていくっていうことになってくるんよね。だから結局番組の内容を考えないといけないんよ。わかるでしょ？で、しずかちゃんが一人で番組を上げて、まず自分自身が楽しくって、そして自分のその真面目、過度な真面目が治って、で、継続性があるっていうことを考えると、まあ、競馬っていうことになってくると思うんで、そうするとその自分が単独で発信するっていうことは、やっぱり自分のその肩書きというものが、そのサムネとかになければいけないよね。だから今までのその初心者のためのでは多分違うよね。わ かる？例えば、毒親育ち専門カウンセラーがお送りする初心者のための競馬教室。わかる？言ってること。何々のためにというのに、その僕とのコラボは、をそっちの方はタイトルにしてるんで、静香ちゃんの場合は、自分が視聴者の方にお送りするっていうね、カウンセラーがお送りするっていうタイトルにする。この違いわかるよね。僕と2人でやるときは、毒親育ちと毒夫の妻のためのっていうね。静香ちゃんがやるときは、毒親育ち専門カウンセラーがお送りする初心者のための競馬教室ね。これ分かるね、この違いね。だからそういうふうにして、で、自分の番組を配信していくっていうことは、その番組の中で話すことも、もちろんその競馬の娯楽性っていうのがあるんやけど、その自分がその配信するっていうことは、まあもちろんその聞いてほしい人は、その毒親育ちの人じゃない、結婚しててもしてなくてもね、毒親育ちの人に向けてのメッセージが入らなきゃいけないよね。言ってることわかるよね。だから何のためにその競馬をするのかっていうのは、自分はこのためにっていうのは今年言ってたけど、自分はそのためにしたんでよかったんで、毒親育ちの人どうですかっていう問いかけというか、まあ、メッセージを発信していく。まあ、それはやりながら、改良していくということになるんやけど、まあ、とにかくその自分の番組を自分で考えて、自分で作って配信した上で、カウンセリングを受けて、それを改良していくっていう方、とにかく自分の頭で考えないといけないよね。そこはわかるよね。最初は難しいんやけど、まあ、簡単に言ったら半年間も練習期間があるわけやから、とにかくその考える。どういう競馬の番組をその配信すると、一人でも多くの毒親育ちの人をその助けることができるのか。だから目的を忘れたらあかんで。ね。もちろん第一は自分を助けるためなんだけど、毒親育ちの人を助けなきゃいけないんで、その毒親育ちの人を助けるためにはどういう番組にしたらいいのか。やっぱりそこを、静香ちゃんだったら考えれるはずなんで、わかるよね。で、考えて、もう番組として配信したものを僕に言えば、その改良してもらうという形にしたらいいよね。今まではほら、配信する前に聞いて、それで僕が教えたことを元に作って出すっていう形やったけど、これからは自分が考えて作ったものを配信して、その配信した結果を
2人で改良していくという形に、うん、ちょっとレベルアップっていうことでね、はいはい、言ってる意味わかる、はい、うん、だからさっきの YouTube アナリティクスというものを、うんうん、あれって静香ちゃんしか見れないのよ。そうですね、うん、僕見れないんだわ、はい、だからあなたが、はいはい、うん、例えば YouTube アナリティクスの、まあ、見方とかを、まあ、自分なりにも静香ちゃんだったら勉強もできるじゃない、うん、そしたらこれね、何でもそうなんやけどね、勉強したものをね、とにかくアウトプットせなあかん、ね、はいはいはい、うん、はい、だから YouTube アナリティクスの、はい、だって毒親育ちの人もさ、はい、YouTube いっぱいしてるわけでしょ、はい、クッキングとかしてるかもしれないや、はい、でも女性なんで、もしかしたら YouTube アナリティクスっていうのはあんまり得意じゃないかもしれないじゃん。得意じゃないですね、はい、そしたら自分が勉強して、はい、私知りませんでしたけどこんなのも出るんですよって、うん、YouTube アナリティクスはって、はい、で YouTube アナリティクスに詳しい YouTube 見たら、はい、あのすごい分かりやすかったですよって、うんうん、あの貼っときますねとか、はい、ね、YouTube のリンク貼っときますねとか、うんうん、そういうふうにその広げていくというのかな、言ってること分かるよね、はい、うん、だから競馬だからって言って競馬競馬競馬じゃなくて、うんうんうん、うん、まあ今から YouTube 始めようと思ってる人は競馬じゃなくても他のことで YouTube が私のを聞いてくれれば始められるとか、うん、うん、まあいっそのこと私みたいに競馬もやって YouTube もやるってなってきたら今度は分析とかそういうのは不得意かもしれないんで、それは先生がいる自分が、はい、あの先生に聞いて、うん、そしてそれをやっていくとか、うん、あの配信していくとかね、うんうん、そういうふうにしていけば、なんていうのかな、こうただ単なるその競馬のプロの方々がやってるのとは大きく違うよね、うんうん、まあ簡単に言ったらあなたも競馬と YouTube やりませんかっていう、うん、言うてること分かるじゃん、うんうん、それがカウンセラーがあの提供する情報なんだから、うん、わかるよね、はい、うん、だからカウンセラーが、自分はカウンセラーなんだからカウンセラーが提供する競馬番組っていうのは究極を言えば、はい、あの YouTube 聞いてくれてる毒親育ちの方がね、あのルールを決めた上で競馬も始められて、あの YouTube も始められるっていうことになればベストなわけだから、はい、うん、だからそういうことを目的として、うん、自分が何を配信していけばいいのか、うん、で最初の頃って全然わからない時ってどうしてたっけとかね、うん、うん、あ、たまには YouTube の解説の仕方とかも話そうかなとか、うん、うん、だから別に何ていうかな、そのタイトルとかあのサムネとかはあの競馬の話でもいいんやけど、ちょこっと YouTube のワンポイントとか、うん、そういうことも入れていいし、サムネにあの YouTube のね分析ワンポイントもありますみたいな、そんなのもいいし、だから今は僕思いついたことバン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 言ってるけど、これをしろっていう意味じゃなくって、うん、今みたいにこ考えるの、はい、わかるね、うん、そういうふうにしてもらったらいいんじゃないかなって、まあ半年もすればかなりあのいい番組ができるんじゃないかなって思うけど、はい、うん、それとまあ今日のこのカウンセリングの最後にね、はい、あの何をしましょうっていうことだったじゃない、うんうん、はい、あの時にね、はい、やっぱり静香ちゃんだったら、うん、やっぱりカウンセラーとしてね、うん、目の前のクライアントさんが今一番楽しいことって何だろうっていうことを考える、うんうん、それをセルフですればいいわけ、はい、私が今一番楽しいことって何だろうって考えた時に、まあ今競馬が一番なわけじゃない、はい、だったら競馬以外の選択肢を考えるっていうことはわかる、はい、あの誰にとってもよろしくないよねだからまあ例えば G1 だけっていうルールってあるじゃない、はい、これね、静香ちゃんってね真面目だからね、ルールに縛られてしまってるの、うん、そうか、だから違うこと考えてたんです、うん、ルールはね破るためにあるってよく言われるじゃない、はい、僕あれ違うと思うの、うん、ルールは作るためにある、うん、人のルールで生きていったらダメなんよ、うんうん、
わかる言ってること、うん、ね、静香ちゃんはまだはなんていうか競馬とかが初めてやったから僕が一時的にルールを決めただけであって、はい、うんうんうん、あの僕のルールなんかで競馬なんかしてたって面白くないんやで、うん、言ってることわかる、はい、自分でルールを作っていく、うん、でそれに関してはまあルールっていうのは間違えたら不幸の方向に行くんで、うんうん、私こういうルール考えたんですけど、うんうんうん、先生どうでしょうかって言って、ね、で僕があこれちょっと危険やなと思ったらこういうふうにちょっとしたらとか、あそれいいねとか、あそれダメだわとか、分かる、ルール言ってること分かる、はい、あのもうほんまに真面目やなと思ったわいやどうしようと、もう一瞬ちょっとびっくりした今日カウンセリングって、うん、はいはいって言って、え、もう僕はもう調べてるわけじゃん。はい、あの、1月2日、うんうん、5日金牌かって。金牌あります。それは知ってます。で、毎週重賞あるんやなって。はい、知ってます。え、それを、もしかしたら、年末仕事が落ち着いてたら相談に来るかもしれないなと思って、こっちは準備してるわけじゃん。そしたら、先生、G1 終わっちゃいました。何しましょうって。いや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 って。ちょっと半年1年ぐらい前の自分になりました。そうだから結局真面目な人って、うん、過度な真面目な人ってこういうことってよくあるよ。でも、はい、自分が突き進んでたもの、うんうん、ルールだよね、はいはい、それがパッて終わった時に、うんうんうん、うわってなるよ、はい、なりました。そうじゃないね、あのね、自分の過去を否定するんじゃないよ、はい、カウンセラーっていう仕事をなんで僕が静香ちゃんにすごく勧めてるかっていうと、はい、うん、過去、あの地獄のような過去を忘れるんじゃなくって生かすために、わ、うんうん、かるよね、はい、いやだったらあなた競馬がめちゃくちゃ好きになったんでしょう競馬が好きになってんのに他の選択肢なんかないから返事あることも知ってますわかる、はい、今回のやっぱり大きな改良点は自分の意識のね、これ潜在意識というよりは意識だよね、潜在意識も関係してるんやけど、まあ意識は大きいわ。あの改良点としてはね、やっぱりこうより自分の好きなものを好きになる、伸ばす、そこにあの今後人生長いんやからあのチャレンジしていく。人生ってね、あれもこれもあれもこれもってしててやるほど時間ってないよ。はい、わかるよね。ないですね。だからカウンセリングも、うん、あの絞りなさいと、うん、一番得意な分野に絞りなさい、うん、で娯楽も、うん、一番好きなものに絞りなさい、うん、ね、これが、うん、過度な真面目を直す方法やで、はい、真面目な人ってさ、はい、はい、中学1年生ですからこれです、中学2年生ですからこれです、はいはい、高校になりましたからこれですって、うん、もう目の前のことを全力でやっていく、そして継続性、つながりっていうものがない、はい、だから結局自分がないよね、はい、わかる、うん、で過去の自分って絶対否定したらダメだよ、うん、わかる、はい、もう不幸ですら、はい、絶対に未来に使うんやで、うん、うん、わかるよね、はい、うん、あの今回ちょっとあのだいぶ反省せなあかんで大反省ですわかりましたね。はい。うん。ではこれで終わります。はい。うん、楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。あの、あんまり堅苦しく考えずに、うん、はい、あの、作りながら考えるっていうことね。はい。うん。それでやっていってもらったらいいんじゃないでしょうか。はい。はい、終わります。ありがとうございました。